あれ、カッサン遅いな。サビ、超サビ。あ、Pさんお待たせ。お疲れ様です。あ、お疲れっす、お疲れっす。あ、超サビだよ、思ってよ。マスター B! クリアサイで。あ、もう何飲んでたの、もう、うん、ここはセルフのお店なので。そうですね。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、どうも、あのアンドロイドなしょうもないお時間にお付き合いください。アンドバーワイズのお時間です。そうですよ、最近どうですか、Pさん。いやーねー、はい、こういう、まあこういうっていうか、なんだろう、自分の仕事は、なんだろう、まあこういう仕事やってるでしょ、うん、で、乗り物系ね、はい、それでね、なんだろうな、大人も子供も、常識がなくなってきてしまってる時代。まあ、そうなんすかね、あの大人が子供になっちゃってる。なんか切れる老人みたいな話も聞くしね、あの意外となんかこ、まあ、コンビニとかあの、ね、ファミリーレストランとかで立ちの悪いのが意外と老人であるみたいなとかね、クレーマーっていうことなのかな、ね、ショッキングな話だけどね。だからこの前なんか、なんだろうね、あの電話をしてる、ね、サラリーマンさんがまあうるさくて、それを虐待してくれたあの高校生なんていうのはいるわけですよ。逆におじさんうるさいですよみたいなことでね、いや最近の若手はなんて言うけどさ、あのちゃんとしてる子はちゃんとしてるよ。してますよね、でもちろん大人もね、ちゃんとしてる人はちゃんとしてますから、ただその中でこの人の60年間って何だったんだろうっていう人もいるけど、残念な60年過ごしてんなみたいな人もいるけど、確かにそれはいますいます。でもあのね、全般的にね、最近のあの子供たちが、はい、まあ僕も子育てしてて思うんだけど、なんだろうね、子供たちがあんま大人を怖がってないというかね。だからちょっとやっぱり出会ってるさ、育ててる親が、子供が怖くて怒れないとか、はぁって思うわけ、俺からすると、はい、自分の子供怒れないってどういうこととか、で学校の先生が子供怒れないとか、はい、で なんで子供、いや子供って怒ってなんぼじゃないの、あれ違うの。いや怒られてなんぼでしょ、ね、だって子供ってのは間違いを犯すものなので、ね、子供を怒りながらこっちも勉強しながらみたいなって俺そう思ってんだけどな。いやあのうちのね近くに中学校があって、僕はあのお客さんの原付の修理なんかした後ちょっとチェックするのに、走っていって、中学校の方へ走っていくルートがあるんですけど、その時にね、この間たまたま中学生たちが帰宅の時間に勝ち合っちゃって、あ時間間違っちゃったなぁなんて思って、まあほら道路とかはみ出してもわんせか歩いてくるわけですよ。無法地帯だなぁと思いながらさ、ちょっと原付で走ってったんだけど、だからなんかね、俺があのそのお客さんの原付のチェックねして走ってってるところで、ここ俺走ってったらね、なんかふぅーとかって飛び出してきたガキがいて、おで、ま、なんかね、俺ふわってやっぱり避けるわけでしょ、ちょっとヘタピーな人だったら転ぶぐらいの勢いがあったんじゃないかなと思うけどね、急に飛び出してきて、でなんか仲間がちょっとヘヒヒとかってやってるわけよ。これああなるほどって、これ多分こういうことしょっちゅうやってる子なんだろうなって僕思って、あのまあそういうのただじゃ許さないわけですよ。ああ危なかったで済まさないわけです、僕はそこは。タスはね、うん、あのキッと止まって振り返って、そのあのクソガキめがけて、え、下げちゃねえぞだよなって、もう周りがもう大もうドン引きですよ、子供たちが。え、何みたいな。下げちゃねえぞだよなって、でもうその子も睨みつけて、で、あのでへえみたいなさ、やってたけど、まああれ多分ね、どう思ったか分からんけど、怒る大人いるんだよっていうのを教えたいわけ、僕は。うん、そこで別にその子をどうにかしてやろうとかじゃないくてね、大人舐めると
やっぱおっかない時あんだぜって分かってもらいたくて、うん、そういうことをわざわざめんどくさいけどやるんだよね、うん、俺も別にぶつかんなくてよかったで別に店帰ってくればいいんだけど、なんかちょっと子育てねしてて最近ちょっと考え方が変わるわけ。子供たちにやっぱ言ってあげるとか言ってあげないとって思ってさ、もうほんともう大げさにブチ切れてやったんだけど、多分伝わってねえんだろうなとは思うんだよね。いや、まあでしょうねなんて言っちゃったけど、でも分かんないですよねそれは、うん、あ、なんかブチ切れる大人もいいんだって、お金大人もいいんだなってね、いるんだなって思ってもらえればまあいいんだけどさ、だから本当にもうドラえもんの世界じゃないですけど、近所の雷さんがねいた時に私たち、ね、自分たちが育ってきたわけじゃないですか、本当に。いや、いたよ。だって俺なんかもね、高校生ぐらいの時にやんちゃしててさ、夜中に友達とたむろって、夜中の2時、3時にね、金属バット持って降りてくるおじさんとか。遠くからね、金属バットをこう、ひずる音が、ザラザラン、ザラザラザラン。バイオハザードだゾンビかって。てやるねろ、お前、何時だと思ってんだっつって。で、俺友達とね、バイクで、わーっつって逃げて、どうもすいませんっつって言いながら逃げてさ。なんだろう、どうもすいませんでした、あの説は本当にね、反省して、ね、反省して今立派な大人になりましたけども、あの説は本当にご迷惑をおかけして、夜中にねお探ししてね、きちんと非を認めてお詫びするのも必要見てるかどうかは分かんないんですけど、いや絶対見てないと思うけどね、うん、いやいや、でも僕らの時にはいたわけですよ。いやでも大人怖かったもん。怖かった、うん、俺なんかだって本当怖かったですもん、高校生ぐらいの時、僕が高校生ぐらいの時なんかってね、怒ってくれる大人もいっぱいいたよ、うん、電車の中で騒いでて、ざけんじゃねえぞってね。だって俺なんか友達と5、6人でさ、電車の中で大騒ぎしてさ、うん、今だったら怒る人なんかいないと思うよ多分。で電車の中で俺なんか怒られるんだもん、とんで、いや申し訳ない、こう言っちゃ変だけど、僕らなんかが5、6人でたむろって高校生ぐらいでね、もうでっけえさ、もうほんのちょっと関わりたくねえなみたいな集団におじさんが果敢に一人で挑んでくるってすごいと思うよね。今なかなかそんなことできる大人いないと思うから、僕はなるべくやりたいなって思ってるわけ。当時そういう大人に怒ってもらったのがね、ああそうかって気づきがあったから、なるべく僕も今やってあげたいなと思うけど、やっぱりおっかねえのは嫌だなって思うから人見るよね、うん、気合で勝てそうなとこにしか言わないじゃん、どうもすいませんこれそらそうでしょ、そこでそらそうだよ、間違いない。